皆さんこんばんは、JG バンドと言います。1979年、もう昭和の真っ只中ですね、彼の26枚目のシングルにあ
お酒を吹いたりしてですね、すごいパフォーマンスをして、ニアンドちゃんからも吹いてねって言われたんですけど、あまりにもスケスなので今日はやめました。我々 JG バンドと言います。まあ、J はもうお分かりのようにジュリーの J ですね。 G は何でしょう、分かるかな。 G 違うんですね。ニアンドちゃんのガーデンです。ジュリーガーデンバンド、いいでしょ、ジュリーガーランドみたいなんですよ。そういうのと、あとジジイのジジイを重ねまして、私実は一昨日還暦を迎えまして、今日はマイケル・ジャクソンの誕生日なんですね。でマイケル・ジャクソンも昭和33年生まれなんですよ。そう生きてれば還暦、同じと、はい、なんというご縁。今日はこのジュリーをやってますが、日曜日はマイケル・ジャクソンのバンドをやってまして、ダンスパーティーで平割れの方に出していただきました。来年もやりますんで、こんなところで宣伝してちゃダメですけど、ぜひダンス踊りに来てください。今年はニアンちゃんはゾンビをやりました。ところが4名の候補があったんですけど、1人がちょっと響きでですね、来れなくなっちゃって、最近あれですね、バイオハザードでゾンビがどんどん駆逐されていくので人数減ってます。皆さん続々とゾンビになって参加していただきたいと思います。はい、次はですね、ちょっと暗くて見えないですけど、78年の、6枚目のシングル。まあこれもね、結構流行ってる曲です。いきます。危険な2人。Yeah.
1975年、ちょうど僕が高校1年ぐらい、悪魔のようなあいつっていうテレビドラマ、3億円事件っていうのがあったんですけど、若い方は知らないかもしれませんが、当時3億円ってすごく貴重な金額だったんです。まあ、今でもそうですけど、まあそうなんですけど、ただまあね、なんて言うんでしょう、3億円、別にそう今、もう目が飛び出るようなもんではありますけど、安全保険とかっていうほどでもないです。でたったジュラルミンケース2つぐらいしかなかったらしいです。だから今では大したことない、当時はもう本当にすごい事件なんですけど、だからそれがテレビドラマになって、で沢田研二さんがその、なんでしょう、その犯人役だったんですね。で非常にテーマ曲ではないんですけど、この鳥の杉浦のテーマ曲はまた非常にいい曲があるんですね。まあ、それはいつかこの JG バンドが次も存続していたらやりたいなとは思ってますが、これ曲中歌です。大体ドラマが終わって、でこういうライブハウスみたいなところでジュリーが実は、まあ、弾き語りで歌う歌詞で、それでこう物語が終わると最初の一番最後にこのメロディーが入って番組が終わると、そういうパターンでございます。Yeah.
僕らの時代としては本当に井上貴之バンドっていうのは邦楽っていうか日本のバンドの中でもめちゃくちゃかっこよくて、もうなんかディープパープルとかレッツェペリンとか聴いたりやってたりしたんですけども、井上貴之バンドだけはもう別格でしたね。探偵物語とか、あと何だっけ、証券のやつああそうそうそう、ね、キズラーケンのやつ、まあ、あれなんかもうめちゃくちゃかっこいい。僕ちょうどね大学に入った時に道玄坂のあたりからパルコのところ、ちょうどあれパルコの壁、渋谷のパルコがあって、その壁のところでロケをしてるんです。でちょうどそれでよく平日学校をサボってですね、渋谷で遊んでるとロケやってたんですね。本当にで今度就職して大久保のあたりに勤めてました。で七曲がり所っていうのは実はあれ新宿所なんですよ。で新宿所の大久保あたりの裏側で大体僕らが残業をやって11時12時ぐらいに、山手線が総武線に乗って帰ろうとすると線路脇が明るいんですね。それロケやってるんですよ。もうそういう時はもうタタタッと見に行って、まあ、いないかな、証券いないかなとかってね見に行ってました。そういう時代を一緒に生きたというのが私の自慢でございます。時間はあっという間に過ぎていきます。次であと2曲 2.5 曲ですね。ちょっとお水を。実はその先ほどもちょっとニュアンさんが紹介されましたけども、私の休みが水曜日の休みになってまして、で私ヒラリーって言うんですけども、ヒラリーはジュリーのバンドやってたんだよねということで、歌ってくれませんかと、水曜日だったらやりますよということで、こう私のたっての願いでこの企画を作っていただいた今のさんでございます。でまあ、エンドレスレスデーというですね、なんでエンドレスなのか、僕が勝手にちょうど僕らが大学生の頃に流行ってたエンドレスサマーというサーフィン映画があります。で語呂がいいので、まあ、エンドレスサマーじゃなくてエンドレスウェンズデーにしちゃおうかと言って何の脈絡もなく決めました。で第5水曜日っていうのが、まあ、さっき話してたんですけど3ヶ月おきぐらいに来るらしいです。でそうするとアルマジロさんのイベントっていうのはこうちょうどなくて空白なところなんですね。あ今日はね、今日そうですね。だからそういうニッチなところをこう狙って、まあ、今後もできたらやろうかなと思ってますので、本当に今日こう平日でねこんなクソ暑い日でありますから、皆さん来ていただきましてありがとうございます。次回もぜひ満員になるようにお願いを申し上げます。では次の曲に参りたいと思います。まあ、これが1978年、ちょうど私が一浪して大学に入った年ですね。22枚目のシングルでございます。ちょうどその頃貧乏でテレビが買えなかったんですね。だからラジオしかなかったんでよくラジオでこれを聴いておりました。サムライ。人生よ、ああ
思い出しました。佐野っちという
楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいます。次が最後の曲の 0.5 手前というわけのわからないことになっております。最後の曲をお楽しみください。Thank you.
ちゃん。高井さん。